感じで、ちょっとなんか文句あってきた人はこれに威圧されて、言いたいことの半分も言えないで、今日も天気がよろしいようでということで、ちょっとそういうのではぐらかして帰ってしまう、そういうことだったんですね。例えばこちらのお部屋はですね、いろんな国の文化でも中東の文化の影響を受けたという設計になってますので、壁の透かし織りがエジプシャンデザインですよね。あとは、このようなベンチ、エジプトのファイブスターホテルのロビーなんかにはさりげなくありますけれども、ライオン、つまり、ライオンというのはやはりキングの象徴なんですね。ミュージカルに